はい、それではですね、今日は先日阪急のハロードッグさんでおやつの紹介をしたいと思います。このおやつは一緒に行ったお友達が買ってくれました。なんかたくさん買ってくれました。サラちゃんもね、ちょっと興味津々ですよ。それでは賞味期限の早い順から紹介していきたいと思います。でまずこれがクロワッサンです。でこれが賞味期限が1月20日来年の、これから揚げていきたいと思います。こんな美味しそうなクロワッサンになってます。でこちらの方がリンゴのドライフルーツです。でこちらの方の消費期限が来年の4月14日です。もうでも開封したらね、すぐに揚げないといけないみたいなんですけどね。はい、じゃあこちらの方がおからのクッキーですね。こんな感じでおから、なんかちょっとヘルシーな感じですね。でこちらの方も2021年4月12日が消費期限になってます。で次はこのレトルトのお惣菜なんですけども、なんかトマトリゾットになってます。なんかこれもなんか美味しそうですね。でこちらの方の消費期限が2021年の7月27日になってますね。これもなんかね、ご飯の時に一緒に混ぜてあげたいと思います。次はこれラスクになってます。なんか緑虫が入ってるって書いてるんですけど、なんか体に良さそうですね。でこちらの方が来年の7月27日です。ちょっとね、全部一気に開けるんじゃなくって、サラちゃんね、一気に食べきれないので、開けたものから順番に開けていきたいなと思います。これもね、美味しそうですね。でこれもレトルトのお惣菜なんですけど、これがミートボールが入ってて、なんか人間が食べても美味しそうですね。お父さんが食べへんかちょっと心配ですけどね。でこちらが2021年8月25日になってます。はい、それではこちらの方がサクサククッキーです。これもなんか緑虫が入ってるみたいなんですけど、こちらの方が消費期限が2021年の9月の4日、これが一番長いですね。でこれをね、一番最後にね、揚げていきたいと思います。じゃあサラちゃんには消費期限が一番早い、まずこのクロワッサンから揚げていきたいなと思います。これもね、サラちゃんね、1回で揚げるとちょっとね、多いのでね、1日1個ぐらい揚げていきたいなと思います。はい、サラちゃん、それじゃあね、阪急ハロードッグさんでね、買ってきたお洋服を着てますよね、サラちゃん。じゃあ今からクロワッサンね、もらいますね。じゃあお座りして、お座りして。じゃあね、買ってもらったお友達からもらいますよ。じゃあサラちゃん、待てしてる？はい、よし、よし、あら、よかったね、もらって。美味しそうに食べとんな。あんまりようさん飲み込んだらね、喉詰めるから気ぃつけてな。あちゃん、おいしい？おいしいですか？さあちゃん、さあちゃん、はい。